平野翔、神宮寺雄太、岸優太の3人が奏でる奇跡。ナンバーアンダーライン愛の圧倒的な人気と才能に迫る。ナンバーアンダーライン愛、リアルタイムランキングで驚異のポイントを獲得。その成功の秘密とは、音楽業界は競争が激しく、数え切れないアーティストが夢を追い求めています。その中で頂点に立つことができるのはごくわずかであり、 その成功の背後には計り知れない努力と犠牲があります。そんな過酷な世界で輝きを放っているグループ、ナンバーアンダーライン愛の3人、平野翔、神宮寺優太、岩優太は、各自が持つ才能と個性を存分に発揮し、共に音楽シーンを牽引しています。彼らの成功は単に偶然や運によるものではなく、それぞれが抱える深い情熱と、何度も試練を乗り越えてきた結果です。 彼らの物語を通じて、音楽とファンへの献身がどれほど重要な要素であるかを改めて感じることができます。まず、平野翔について考えてみましょう。彼の名前を聞いて知らない人は少ないでしょう。その存在感は、ステージ上のパフォーマンスにとどまらず、彼の人柄や姿勢にも強く表れています。平野はダンスのスキルが卓越しており、観客を魅了する力は群を抜いています。 彼のエネルギッシュな動きとカリスマ性は、単に見せるためのものではなく、彼自身が音楽とダンスに注いできた膨大な時間と努力の結晶です。リアルタイムランキングで28.672ポイントを獲得し、総合146万6635ポイントで堂々のトップに立つ彼の成功は、その数字だけでは計り知れないものがあります。平野が持つ特別な魅力の一つは、ファンとの絆を大切にしていることです。 彼はインタビューで常にファンへの感謝の気持ちを述べており、それが彼の一貫した姿勢となっています。彼の成功は、技術の高さだけでなく、彼自身の人間性とファンに対する思いやりが大きく寄与していると言えるでしょう。次に、神宮寺雄太の存在感についても見逃すわけにはいきません。彼は平野とは異なるアプローチでファンを魅了しています。神宮寺の特徴は、のクールな外見と落ち着いた雰囲気です。 多くのファンが彼の静かな魅力に引き寄せられ、その独特なスタイルが高い支持を集めています。リアルタイムランキングで20.422ポイント、総合得点1、318,802ポイントという結果も、彼の人気の証です。神宮寺の強さは外見だけではなく、内面にも隠されています。彼は常に自分を磨き、新しいことに挑戦する姿勢を持ち続けています。 このような姿勢が、彼のパフォーマンスを絶えず進化させ、観客に新しい驚きを提供し続けているのです。神宮寺のステージを見ると、その一つ一つの動きに込められた熱意と努力が感じられ、それがファンに大きな感動を与えているのは明らかです。岸優太について語らないわけにはいきません。彼の明るい性格とエネルギッシュなパフォーマンスは、まさに多くの人々に元気を与えるものです。 リアルタイムランキングで85.955ポイントを獲得し、総合得点1、168,250ポイントという結果は、彼がどれだけ多くのファンに愛されているかを物語っています。騎士のパフォーマンスには、観客を一瞬たりとも飽きさせることのないエネルギーがあります。彼のステージは常に活気に満ちており、その明るいパーソナリティが多くの人に希望を与えているのです。しかし、彼の明るさの裏には、 実は多くの困難と努力が存在します騎手は常に自分を向上させるために努力を続けてきました。彼のインタビューを読むと、その明るさの裏には多くの挑戦があったことが分かりますが、彼はそれを乗り越え、今では多くのファンに勇気と元気を与える存在となっています。このように、ナンバーアンダーライン愛の3人派それぞれが異なる才能と個性を持ちながらも、共に支え合い、高め合うことで、 音楽業界で成功を収めています彼らのシナジーは計り知れないものであり、個々の強みを最大限に生かしながら、グループとしての一体感を強めています。リアルタイムランキングの結果もその証拠であり、それはファンとの深い絆と、彼らの絶え間ない努力の結果です。しかし、ここで注目すべき点は、このランキング結果が彼らにとっての執着点ではなく、新たな挑戦の始まりに過ぎないということです。 音楽業界は常に変化しており、彼らもまたその変化に適応し、さらなる成長を目指しているのです。平野、神宮寺、岸の3人は、これからも自分たちを高め続け、新しい目標に向かって進んでいくことでしょう。彼らの物語は、単なる成功談ではなく、成長と進化の物語でもあります。そして、その背景には多くの試練や困難が存在しますが、 それを乗り越えてきた彼ららだからこそ今の成功があるののですこのような背景を知ることで彼らの音楽に対する情熱やファンへの深い感謝の気持ちがさらに理解できるのではないでしょうか彼らのインタビューやパフォーマンスを見るたびにその奥に隠された努力や献身が見えてきます音楽を通じて伝えるメッセージは単なるエンターテインメントの域を超え多くの人々に希望や勇気を与えているのです 特にに若いい世代にととっって、て彼らの姿勢や努力は大きななインンスピレーションとなっていま,すまたナンバーアンダーライン愛の3人が示す成功は音楽業界だけにとどまらず社会全体においても重要なメッセージを発信しています彼らの活動やメッセージは国境を越えて多くの人々に影響を与えており音楽を通じた文化交流や社会貢献にもつながっています これからの彼らの活動にも期待が高まります。新しいアルバムのリリースやコンサートツアーの開催、さらには国際的な活動の展開など、彼らの未来には無限の可能性が広がっているのです。しかし、その一方で、彼ら自身も新しい挑戦を恐れず、常に進化を続けています。彼らは決して現状に満足することなく、自分たちの音楽を進化させ、 ファンに新ししい驚きと感動を提供し続けることでしょうこのような姿勢が彼らを多くのファンにとって特別な存在にしているのです。彼らの歩みを応援するファンは彼らの成長を見守りながらこれからも支え続けていくことでしょう。平野翔、神宮寺優太、岸優太という3人のアーティストが織りなすナンバーアンダーライン愛の物語は音楽業界における成功の象徴であり。 多くの人々にとっての希望とインスピレーションの源です。彼らの成功は、計り知れない努力と情熱の結果であり、その背景には多くの試練と困難が存在します。しかし、それを乗り越えてきた彼らの姿勢は、多くの人々に勇気を与えています。そして、その勇気は、彼らの音楽を通じて、これからも広がり続けていくことでしょう。彼らがこれからどのような挑戦を続けるのか。 どのような新しい音楽を生み出すのか、ファンにとってその未来は非常に楽しみです。新しい時代を切り開く存在として、彼らの歩みは止まることなく、音楽業界におけるさらなる高みを目指して進んでいくことでしょう。ナンバーアンダーラインアイの3人は、その個性と才能を最大限に生かしながら、常に新しい挑戦を追い求めています。彼らのこれまでの軌跡を見ても、どんな困難にも屈せず、 自己を磨きき続けてきたことが明らかです彼らの成功は単にその才能や努力だけではなく、チームワークと信頼の賜物でもあります。それぞれが異なる強みを持ちながらも、グループとしての統一感を持ち続けているのは、互いを尊重し合い、高め合っているからこそ可能なのです。彼らの未来には、多くの期待がかかっています。音楽業界は絶え間ない変化と進化を求められる場所であり、 トップに立ち続けるには常に新しい表現方法やアイデアを模索しなければなりません。ナンバーアンダーラインアイの3人はそれを十分に理解しており変化を恐れることなく前進し続けています。彼らの音楽はジャンルを超えた新たな可能性を見出しておりその革新性が多くのファンを引きつけています。次に彼らがどんなサウンドやパフォーマンスを生み出すのかは業界内外からも大いに注目されています。 また、ナンバーアンダーライン愛の成功は音楽だけにとどまりません。彼らは社会的な影響力を持つ存在として、音楽を通じたメッセージ発信にも積極的です。最近のアーティストは、音楽という枠を超えて、社会問題や文化的なテーマにも取り組むことが求められていますが、平野、神宮寺、騎手はその期待にもいられています。彼らは、インタビューや SNS などで、 社会に対する考えやメッセージを発信しており、多くのファンにとって彼らの存在はインスピレーションの源であり、人生における指針となっています。特に若い世代にとって、彼らの姿勢やメッセージは強く響いています。努力を惜しまず、失敗を恐れずに挑戦し続ける彼らの姿は、多くの人々に夢を追い求めることの大切さを教えてくれます。彼らは夢を持つことがいかに重要で、 それを実現するためには何が必要かを自身の経験を通じて示してきました。これが彼らが単なる音楽グループとしてだけではなく、社会におけるロールモデルとして評価される理由の一つです。さらに、ナンバー・アンダーライン愛はグローバルな展開にも積極的です。彼らの音楽は日本国内にとどまらず、海外のファン層をも広げつつあります。彼らの活動は国際的な舞台でも注目されており、 次のステップとして、より多くの国でのツアーや国際的なコラボレーションが期待されています。彼らの音楽やパフォーマンスは、言葉の壁を越えて多くの人々の心に響いており、これからさらに世界中のファンを魅了していくことでしょう。このような未来の展望を考えると、彼らの成長はまだ始まったばかりと言っても過言ではありません。ナン,バーアンダーラインアイの3人は、音楽業界の次なるステージに進む準備ができており、 その進化はここれからも止まることなくく続いていてでしょう。彼らの新しいアルバムがどのような内容になるのか、次のツアーでどのようなパフォーマンスが繰り広げられるのか、ファンは常に期待を抱き続けています。